中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ドミケンスラーバ先頭、外を通りましてデサイファ、マイネルミラノがかわしていきました。5番プロイバ対ゴールドアクター、それから7番ダンビライト、4番シフォー、そのうちに1番レジェンドセラー、3番ミッキースワロー、その外からは当選ビクトリー、内から1頭マイネルディーン、それから湘南バッハ。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くのはマイネルミラノ、2馬身リード、これを追って2番ドミケンスラーバであります。11頭が第2コーナーに向かいます。これと一緒にデサイファ、5番ゴールドアクター、黄色い帽子が馬込みで入れています。そしてその後ろから7番ダンビライト、その外四方内を通って1番レジェンドセラー、それからもう1頭3番ミッキースワロー、その外に当選ビクトリー、内を通りましてマイナルディーン、この辺りちょっと離れている湘南バッハ。流れるようにレースが進んでおります。9番マイネルミラノがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にドミケンスラーバであります。その後ろでやりましょうか。デサイファ、いたいた、ゴールドアクター、竹豊絶好位をマーク。さあ一塊になりました。第4コーナーをカーブ、先頭行くオレンジの帽子はマイネルミラノ、ゴールドアクター追い詰める。ミッキースワローが差を詰めてきた。外から何が来ているのか。ミッキースワローか、先頭竹豊とゴールドアクター、外からはミッキースワローが来ている。ミッキースワロー懸命に追った。外から1頭ミッキースワロー、1着ゴールドアクター。この子は結構見込みがあるわね。1着5番、2着3番、3着7番、以上のように確定しました。